はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日の動画はですね、SNS で見ててね、もうめちゃめちゃ行きたかったお店なんですけど、トメイチヤ食堂さんというね、ラーメン屋さんに来ております。こちらのお店はね、もうとにかく麺線が綺麗だし、綺麗なスープ、これもね、本当に魅力的でして、ずっとね、この撮影で伺いたかったんですが、今日はね、念願かなって、お伺いすることができました。で、本日いただくメニューの方がですね、通常に提供している4種類のラーメンやつけ麺、そして本日ね、限定で提供していたつけ麺の計ね5種にご飯物だったりとかいろいろねちょっと楽しんでいきたいと思いますんで、商品の方はねもう注文してありますので、到着するまで少々待ちたいと思います。ということで、ただいまね1杯目到着いたしました。こちらが淡麗醤油そばでございます。うまそう。もうねだいぶお腹も空いておりますので、早速いただきます。よいしょ。うまいです。武士系の数がだいぶ入れてある感じなんですね。そうですなんか複雑な感じですけど、本当に優しくて、そうなんですよ、はい、甘みもあって本当に美味しいですねこれ。武士もいろいろ入ってるのは分かるんですけど、ただどれが強いとかじゃなくて、本当にまんべんなくバランスよく、そう、ね、そう、香りがすごく良くて、続いてこれ麺かな。これよいしょ、おい、よいしょ、いただきます。うまっ結構ね、かす率も高くてもちもちしてて、しっかりとねスープも吸い上げるんですけど、何よりねコシがそれでもしっかりあるんですよ。うん、すっごい合う。うん、脂感、香味脂感、動物系のねほんのりとした旨味とか甘み、これのねバランスがものすごくいい。うん、ちょっとこれずっとね気になってるんですけど、チャーシュー、これ見えますかね、このトロトロのチャーシュー、うまそう。うまっ、うん、柔らか、溶ける、うまいっす全部うまいです。うん、ちょっとこれねラスト味玉っすね。うわー、あーいいわ。半熟具合見てください。もうね見えるかな、このトゥルトゥル最高の仕上げっすね。トメイチ屋さんね、卓上の味変調味料豊富にあるんですけど、忘れてたぐらいがっついちゃいました。美味しかったありがとうございました。続きまして、注文させていただきましたのが濃厚中華そばに餃子をね合わさせていただきました。もうねめちゃめちゃうまそう、2杯目もいただきます。こちらもちょっとスープからいただきます。あーうまい。こっちは昆布強く感じますね。そうですね、この濃厚の意味はどこどこ系の濃厚とかそういう意味じゃなくて、いろいろトリンプだとか、いろんなのをミックスしたっていう意味の濃厚です、ね、だから割とさらっと食べやすい。そうですね、はい、またこの昆布の独特のほんのりとした酸味っていうんですかね、それが後味にスッと抜けていくので、はい、すごく濃厚系じゃないぐらいも食べやすさが、ね、これ美味しいですねうん、うまい、うまい。うん、ほんとね今お話にいただいた通り濃厚系なんだけど、普通のね濃厚の意味合いと違くて、白湯とかねすごく火入れをしてるわけではなくて、材料がねもう増えてて、まあ、いろんな意味で濃厚ってことなんですけど、全然バランスも淡麗と変わってきて、これもね美味しいです。うん、ちょっと麺いかせていただきますよっ。
あ、これ濃厚麺違うんですか。いや、麺一緒ですね。この細麺は一緒です。やっぱ全然感じ方が変わりますね。そうですね。別物と思うぐらい。スープ吸ってまた変わるんですね。うん、はい。なんかやっぱ淡麗の方が小麦っぽい甘みが広がりやすいですけど。あ、感じやすいですね。うん、これ濃厚になるともうちょっとキレが増して。そうですね。あ、なんか全然違う麺みたい。うまい。そしたらそろそろね、こちらの大判の餃子いただきましょう。そのままでいただきます。うん、肉汁がすごい。うまっ。うまい。続いてちょっとこちらレアチャーシューですね。いい色してますね。いただきます。うん、うまい。うまい。またこの浮いてる焦がしネギ、これがねいいアクセントですね。そしたらせっかくなのでこちらね、揚げエシャロットいただこうかなと思います。うまそう。うん、合うね。相当合う。で、この餃子の調味料なんですけど、お店さんのおすすめの調合があるみたいで、まず醤油を1、お酢を3と、で、ラー油適量ということで、かなりね、お酢が多めの配合ではございますが、これがね、ご飯とかお酒に合うそうです。ちょっとこんな感じで。飲みたくなっちゃいますね。これ美味しい。ちょっと濃いめですね。そうなんですね。あ、ありがとうございます。お、ありがとうございます。注文していたご飯物も到着いたしました。これうまそう。本日の限定のご飯物をね、2種ほどいただきました。カレーとミートソースということで、めっちゃうまそうなんだけど、ちょっとねこのカレーが気になっております。見えます？絶対うまいでしょこれ。うん、ちょっとこれいただきます。うまうまっ。これ290円ってだいぶ破格ですね。うまうん、通常メニューもそうですけど、全体的にこの単価が安いですよね。そう、いや、こんなうまいんだったら、あえ玉頼むんだったらこっち頼んじゃうかもしれないな。いや、めちゃめちゃうまい。止まらないんだけど。どうしよう。うまっ。いや、濃厚だな、これ。ということで、濃厚とね、カレー美味しかった。いかがでした。こちらにちょっとミートソースはいただいたんですが、せっかくなんでね、次のラーメンと一緒にいただこうと思います。こちら柚子胡椒ですね。わー、美味しそう。ありがとうございます。めちゃめちゃ綺麗ですね。ということで、ただいまね、3杯目到着でございます。こちらね、見えるかな。これもうシンプルなね、塩かけそばなんですけど、正直ね、値段が信じられません。500円でございます。めちゃめちゃ安い。これ本当にその焦がし系のいい香り、それと出汁感、匂いで言ったら今まで3種類のラーメンの中で食材の香りっていうのかな、それの立ち上がり方は一番すごいかもしれない。早速いただきます。気になっちゃうな。はぁ、うーまー。ソーダかこれ。うまい。うわ、すっごい武士系の香りとかものすごく強く感じるんですよ。このね、見た目に反して本当に濃いめの出汁のいい香りするんですけど、こんなにもね透明なんだよね。すっげえ。うまい。
僕個人的にはあの3種類のラーメンの中で一番衝撃的かも。もう色味と見た目に反してその旨味の濃度というか濃さがすごいですね。塩としての旨味が本当にしっかり感じるので、その薬味とかぐらいしかないんですけど、本当に満足感がもうすごいですね。うーま、うん、いやうま。ちょっとこれ、ね、ミートソースもいっちゃいましょうか。うわこれね、次水を注ぐ。こんな感じでございますね。うん、うまい。うん、全部うまい。正直ね、チンタンとかこの塩だからと思ってミートソースにね味負けちゃうかなと思ったんですけど、ミートソース食べた後でもこっちの方がうまみが強い。すごいね。うん、うん、危ねえ、忘れるとこだった。味変にこれ柚子胡椒をいただきました。これ忘れるとこでした。ちょっとね、味変していきましょう。危ねえ危ねえ。うん、危ねえ。やっぱり柚子胡椒って結構ね、香りとか辛み、それに塩分が強いので、普通はタウンデーのラーメンとかに混ぜるともちろん美味しいし合うんですけど、結構ね柚子胡椒に負けがち。でもね、この塩かけそばに合わせると全然負けない。もうベースが強すぎる。すごい、あーうまい。これも最後ですね。なんかもったいないな、最後。かけそばだと思ってね、侮っておりましたが、とんでもない一品でございました。ごちそうさまでした。ということで、ただいまね、4杯目到着しました。こちらね、昆布水つけ麺でございますが、見えますかね、これ見てほしいんだよね。よ、今ね、この翡翠麺ということで、ほんのりね、緑がかった美味しそうな麺。本当にこの麺線とかもう全体的なビジュアルがもう完璧すぎるんですよね。いや、やっとだ、このつけ麺に出会えたの。早速ね、いただきます。ちょっとね、こっちのカメラで皆さんに見てもらおうか。こちらがね、翡翠麺ということで、麺線も綺麗だし本当にうまそう。いや、ちょっとまずはそのままいただきます。あ、うまい。うわ、うまい。この麺の張りとコシすごいし、うまい。うん、やばいな、これつける前に食べ過ぎちゃうな。これまた上に乗ってるトッピング多分刻んだ昆布なんですけど、これつけ麺、昆布水つけ麺の中でも結構珍しいトッピングですね。食感がねコリコリしてて、麺と合わさると面白いね。すごく組み合わせいいです。ちょっとつけ汁いただこう。いいよ。いただきます。うまっ、めちゃめちゃうまい。うん、昆布水だともともとね、もちろん麺の方に昆布の香りがあるんで、濃厚系のね、その酸味の効いた昆布感っていうのはむしろ弱まって、どちらかというとね、これ一緒にすると動物系の甘みとか旨味が広がるんですよね。ラーメンとつけ麺でも全然味わいと香りが違う。めちゃめちゃうまい。メンマ美味しい。これ極太メンマ、これがねいいね。うん、うん、全部うまい。で今回ね大にしたんですけど、一瞬でなくなっちゃいますね。うん、うわー、これはyou
つけ汁の塩分も強すぎないので麺をドボッとつけても大丈夫だし、その分ねより出汁の香りとか旨味の強さとかこれがねより感じられるので、なんかいろいろお話ししたいけどなんか言葉に出ないわ、本当に美味しい。ということで、こちらがね、本日ラストのメニューでございます。限定のつけ麺なんですけど、これがすごい。またね、この麺見てほしいんですよ、皆さんに。今日ね、カメラ越しだと伝わるかわかんないんですけど、ほんのり麺が紫がかってて、これね、紫芋が練り込まれた麺らしいんですよ。こんだけラーメン屋さん回ってますけど、そんな麺聞いたことない。めっちゃ楽しみ。それではね、早速、いただきます。麺行くしかないよね。わー、綺麗。紫芋の麺いただきます。うまっ。うまっ。なんかどっちかというと、あの冷や麦とかのような感じに、その小麦の匂いが全面に押してて、乾水の香りとかねほぼないです。中華麺っぽさはいい意味でないというか、本当にね小麦と素材の香りがしっかりするうまい麺ですね。またね締めてるんだけど、もちもち感がすごい。うまい。またこの噛むと歯にくっつくような粘り気が徐々に出てくるので、これがまた面白いですね。このまんまだとつけないで麺なくなっちゃいそうなんで、ちょっとつけさせていただきます。鶏なんですけど、パッと見の見た目の色合いは本当にあのかぼちゃスープぐらいこうオレンジがかったすごく濃厚なスープですね。うまそう。いただきます。うわ、鶏のシチュー。もう本当にほんとポタージュとかシチューみたいな。うまい。うまい。いわゆる鶏パイタンとは全くの別物ですね。なんだろう、何なんだろう、わかんない。なんか洋食ですね、本当に。すごいな。美味しい。引き出しの量がとんでもないんですね。きっと。またこの漬け汁に入ってるこの鶏肉ね、これがねまあ大きいです。ちょっとこれチャーシューいただきました。炙りの鶏肉で鶏チャーに自家製のラー油だそうです。あ、今気づいた。絶対使おうと思ってたのに楽しみすぎて生七見つかってない。忘れてた。これね、自家製の生七味、これ見えてるかな、ちょっと白飛びしてるんだけどさ、生七味がございまして、ちょっとこれをね鶏茶につけたいと思います。よっ、あ、香りがすごい。あら、思ったよりうまっ。うまっ。しびれも効いてるし、青唐辛子の香りがすごくいい。ね、これ鶏茶をこれね生七味につけていただきます。うまい。山椒かな、しびれ系のねこの鼻に抜けるいい香りと、青唐辛子も入ってて、このね辛いんだけど爽やかな香りがすごくね鼻抜けよくて、これめっちゃうまいかもしれない。炙りもこれいただこう。炙りもこれ生七味で、やわらかい。全部うまいな。
うん、終わっちゃうのがもったいねもったいなく感じる。ちょっとね、こちらの自家製のラー油にもつけていただきたいと思います。あー、うまっ。あー、うまっ。おそらくね、ナッツ系が入ってるので、このラー油辛いってよりかは本当に甘みとコクを足してくれる調味料って感じですね。これうまっ。これ最後の具材の卵と、うん、ちょっとスープ割りをよっ。まあ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 、うまい。ほんのり柚子いるのかな。うまっ。うん、うまかった。ごちそうさまでした。ということでね、ただいま5杯、まあ、ラーメンやつけ麺をいただいてきましたが、どれもね、ほん本当に美味しかった。節やね、煮干し等を使った優しい柔らかな醤油の淡麗ラーメンをはじめとして、こういったね、つけ麺、本当にね、創作的ないろいろな幅のある美味しいラーメンがたくさん味わえて、今日はマジで幸せでございました。本当にね、レギュラーメニューから限定メニュー、嫌いのね、ご飯物もそうではございますが、美味しいものだらけですので、ぜひね、こちらの留市屋食堂さんでいろんなね、美味しいラーメンだったりとかつけ麺、皆様も食べてみてください。はぁ、満足感がすごいということで、本日もご視聴ありがとうございました。この動画だったと思ったら、チャンネル登録、コメント、高評価お願いします。じゃあねー。